はい、皆さんこんにちは。本日はですね、あの1000日目の投稿から2日間経った、まあ2日間ですね、ちょっとゆっくりしてみました。そうしたらですね、やっぱりですね、結構疲れてるんでしょうね。眠くて眠くて仕方ないのと、お腹が減ってですね、いろいろ食べたいなみたいな感じでですね、本当にゆっくりしながらこのご飯を食べに行ったりだとか、そういう感じでですね、ちょっと動画を忘れてゆっくりした日でございました。まあ土日だったのでそんなに空いてたりとかしなかったので、ゆっくり外出はできなかった感じなんですけど、ご飯だけ食べに行ったりとかですね、家でゆっくりとかしてですね、疲れというのをですね、ちょっとですね回復できたかなとか思っております。その際にですね、やっぱり動画を作らなきゃいけないのかなみたいな感じでですね、時々考えてしまう時、まあ1000日も続けてれば当たり前ですよね。まあそんな感じだったりとかしたんですけど、カメラを持つといってもちょっとですね、こうお出かけに行った時に写真を撮影したりとか、そんな感じで遊びでですね、それと付き合うような、向き合うようなですね感じで、まあ試したらですね、やっぱり撮影とかって楽しいし、動画を撮るのも全然ですね、私苦ではないので、毎日続けなきゃいけないだとか、その何かを考えてこういう風にもっとこのシーンでどこで撮らなきゃみたいな感じとかですね、制約というかですね、そこでやらなきゃいけないみたいなことが増えてくるとちょっと辛くなったりするんですけど、基本的にはですね全然嫌いじゃないので、まあ、やっぱりですね、こう動画を撮って毎日過ごしていくっていうのがそんなに苦ではないっていうのが分かった日でもございましたね。でですね、本日からですね、またちょっとこの1000日過ぎてですね、新しい体制っていうのもですね、急には無理なので、今までの感じプラスこのですね、できるだけですね有益なことを伝えていきたいなっていうのを主眼に置いてちょっとこうですね、動画を作っていきたいなと思っているわけですね。まあどのような形で皆さんに役立つかっていうのは、ちょっと人それぞれだったりとかするんですけど、私はこれいいなと思ったものとかですね、まあそういうところをですね、お話ししていければと思うんですが、まあちょっとですね、こうネガティブなワードというか、まあこうじゃない方がいいんじゃないのっていうのも今後ですね、ちょっと言っていこうかなと思っております。というのもですね、やはりこのいいですよいいですよ、その製品を持ってきていいですよっていうのは正解だと思うんです。でもそのいいですよっていうのが、まあじゃあそれが別の方面で見た時はどうなのかっていうですね、パターンとかもありきだと思うんですね。まあ例えばでっかくてですね、よく撮れるカメラが好きですよって方もいれば、コンパクトで、まあ、そこそこ綺麗に撮影できるカメラが好きですよ、アクションカメラで十分ですよ、スマホで十分ですよって方たちとですね、こう求めるものって違うと思うんですよ。だからこそなんですけど、いろんな方面で見てですね、ここはいいけどここはダメっていうのはですね、ちょっとですね、しっかりとお伝えしていった方が私の感覚的にいいのかな、私の感覚になるんですけど、それの方がいいのかなって思ったりとかしておりまして、ちょこっとですね、その辺をしっかりとお話ししていくようにしていきたいなと思っておりますね。ではですね、本題に移りたいと思います。やはりですね、こちらですね、ルミックス S9、 はい、じゃーんと、ちょっとですね形を変えました。まあこのですね、今この高倍率ズームがついちゃってるんで分かりにくいんですけど、以前はですね、ここにハンドストラップを装着して撮影しておりましたが、まあこれはですね、私が好きな装備だったって形で使っていたんですけど、このですね S9 にはあんまり合っていなかったかなというのがですね、まあちょっと使ってみた感想で、それはですね、ちょっとこうモディファイっていうかですね、形を変えた形になっておりますね。チューニングしたという形でですね、このスモールリグさんのこのグリップですね、これはやっぱりですね、あった方がいいなとか思ったりとかしたので、その辺のお話をちょっとしていきたいと思います。まずですね、購入したものなんですけど2つございます。片方がですね、このスモールリグさんの、まあ、このルビックス S9 用のグリップですね。今回このグリップを選択してみました。他にもちょっと何個かケージと革のケースとこのグリップがあったんですけど、まあ、今回のこのですね L 字のプレート型のグリップですね、こちらを選択して、まあ、この使いたいのでファルカムさんのですね、この F38 型のですね、このプレートっていうのは装着している形なんですけど、私の本命はこのファルカムさんからこういう製品が出たらそれに交換したいなと思っております。まあそれがですね、 ZV-E10 の底についているような形で L 字型のプレート、まあ底面部しか今使ってないんですけど、そこにですね F38 のプレート等がついていると、今ですね、この撮影しているカメラにも同じものが装着されていて、ポッとですね、それをクイックリリースで交換することができる。これがですね、とっても便利で、あとなおかつですね、このリュックの肩紐のところにですね、私はこのキャプチャータイプのですね、物を装着していて、撮影しない時にスポッとそこに装着をしてですね、まあ、物がですね、こう落ちないようにだとか、あと両手が開けられる工夫とかをしておりまして、便利に使っている。なのでですね、この F38 型のですね、クイックリリースは使い続けたいなっていうのはですね、理由なんですね。まあこれですね、外してもいいんですけど、一回ですね、つけたままですね、ちょっとですね、運用してみようと思ってます。はい、これでですね、ちょっと分かりにくいと思うので、ちょっとコンパクトなレンズに一度付け替えますね。でこのですね、高倍率ズームとってもいいんですけど、やっぱりですね、このグリップのですね、感じだとかというところ
ところで、バランスとして見るとですね、この S9 にはですね合っていないとまでは言わないんですけど、ちょこっと使いにくいところもあるなっていうのはちょっと本音ですね、使っていて思いました。全然ですね、この使いにくいレンズ、使いにくいボディってわけではないんですけど、やはり大きく長くなってしまうのはコンパクトなカメラではなく、グリップのしっかりしたカメラの方が合っているなという感じなので、 S9 にはですねこういったレンズの方が合っているなと思います。はい、こちらになりますね。まあこれはオールドレンズ、ちょっと改造したオールドレンズになるんですけど、まあこういうふうにヘリコイドを繰り出してですね、ピント合わせ写真撮影を撮るような形。そしてですね、もう一つお伝えしたいのがこちらですね。はい、じゃーんと、これもリストストラップですね。こう手首にこういうふうに装着して、はい、これでですね落っこちないようにギュッとですね、こういうふうに固定をして、まあやればこう落としてもこういうふうにですね落下を防げるというものになってます。これはですねファルカムさん、私このファルカムさんの製品かなり気に入っていて、いろいろと使っているんですけど、ファルカムさんのリストストラップで、なおかつですねこのマグリンクというものに対応しておりまして、これもですねクイックリリースなんですね。はい、ちょっとですね見えるかな、こういう感じ、こういう風になっていて、これはですね上からポンと引っ張るとですねこんな感じで簡単に撮れるものなんです。でですね、これがすごく便利で、据え置いて動画等を撮影したい時に結構ストラップって邪魔だったりするので、まあこういう風になりますね。でこれ自体に磁力ですね、磁石がですね内蔵されていて、こういう風にですね金属、中の金属に反応してですねくっついてくれるんです。よいしょ、ちょっとすごくですねこのマグネットは弱いんですけど、こういう風に置いてこのままホールドするぐらいの、まあ、力はあって、これでですねコンパクトに撮影をするときに雲台等に固定するということもできるわけですね。たまにですねこういうものがあると、これに引っかかってですねカメラひっくり返しちゃったりとかすることもあるので、まあ、こういう選択肢が取れるというのはとてもいいことだなと思いますし、こういうふうに固定するとですね、まあ、普通に操作している分にはほぼ外れることはない、よっぽどですね不運が重なると外れるかもしれないんですけど、基本的にはですねこのマグリンクで私も他に普通のストラップも使ってたりとかするんですけど、外れたことはないですね。それぐらい安定してくれているので、このですね組み合わせ、スモールリーグさんのこのですね L 字のグリップ付きのプレート、そしてこのリストストラップファルカムさんのこちらをですね装着して、まあ、こういうふうに握るでもいいし、かけるでもいいし、そして本体持つと、まあ、これでですね持つ時も安心して持ってられるし、最悪ですねこう手から離れてしまった時にもこういうふうにホールドしてくれるというですね、まあ、安全策と使いやすさ、こちらをですね両立してしばらくですねこの S9 使ってみようと思ってますね。でですね、やはりなんですけど、このただいまキャンペーンでパンケーキレンズがですね付属というかですねついてくると思うんですね。ついてくるというか送ってもらえる、まあ、それでですね 26mm の F8 かな、そのレンズがですね今のところやっぱりですねこの S9 には合っているなという感じが本音でございます。 E マウントとかですね、まあ、その他のマウントで結構パンケーキレンズっていうのがあるんですが、そういったものがですねまだあまりですねこの L マウントにはですねなくて、またですねマニュアルレンズでよければ結構いろいろとこういった L マウント、M マウント、ライカさんのですね L マウント、M マウントというところではこういうオールドレンズ調のやつでですねいろいろあったりとかして、それはですねすごくデザイン合ってるんですけど、やはりそのマニュアルレンズ、ボディとですね通信して何かがあるとかっていうのはなくて、その辺手動になってしまうのが、まあ、使いにくい、まあ使いにくかない楽しいんですけど、その使いやすい方と使いにくい方って出ると思うんですね。なのでこういうふうにですね、まあ、工夫して使うんじゃないタイプのパンケーキレンズっていうのはですね、そのマニュアルなんですけど電気でですね信号でこうやり取りしてある程度使いやすくなっている、このですねパンケーキレンズっていうのが到着したらですね、私ちょっとしばらく使い込んでみたいなと思っているんですね。写りはですね先日試してみた感じそんなに悪くなくですね、ちょっと到着楽しみにしているので、その辺到着したらまた皆さんにお伝えしていきたいと思っております。まあ、今回ですねこの2つですね、先ほど言いましたけどこのスモールリーグさんのグリップ付きのプレート、それとこのファルカムさんのですねこのリストストラップ、この2つをご紹介させていただきました。でですね、このですねルミックス S9 ですね、かなりですねオールドレンズとの相性はいいです。使いにくいってさっき言ったんですけど、これですね使い慣れてない方には使いにくいという話なだけで、まあこういうふうにですね電源を入れて、まあこれですねこの焦点距離って毎回聞かれるんで、それに合わせたですねこれがですねかなり便利でして、このルミックスシリーズってこういうふうにいくつもですね登録できるんですよ。でそれぞれの焦点距離合わせてレンズ名とかを入れておいて、あじゃあこのレンズで撮影しようっていうふうにですねポチッと押すと、まあ手ブレ補正がそれに合った形でですね聞いてくれるようになるんですね。でこれが何よりも便利というのがですね、この十字キーのこれをですね押すと
こういう風にですね拡大表示してくれるんですね。ちょっと見えにくいですね。はい、今操作ロックかかっちゃってました。これ拡大表示でこれでですね、まあ、ピントを合わせると、まあ、こういう風にですね拡大表示をしてくれるのでピントを合わせるのがとてもやりやすい。これはちょっとですね実物を見ていただかないとすごく分かりにくいと思うんですけど、この機能とですねここに配置されているボタンがですねこの拡大表示が配置されているっていうのはこれですね最初からだったと思うのでとてもですね使いやすいなというのがですね感想でございますね。なのでマニュアルでですね撮影をするのにも向いてるし、オートフォーカスに関してはですね増面位相差オートフォーカスと DFD のですね併用だと思うんですが、とてもですねあのスッとピント合うようになってくれているので、普通に使っている分にはまず困ることないなというレベルになってます。このですね高倍率ズームと S9 っていうのはそのバランス的にちょっと微妙かもしれないとは言ったんですが、機能的にはですねとてもいいので、コンパクトなカメラに、まあ、こういう便利なレンズって組み合わせというのはですねこの握りやすくしてあげることによって、またはですねこう保持しやすくしてあげることによって、まあ、事故っていうのを防ぐ意味でですねこのですね組み合わせして撮影をするというのに専念していただくと、とてもいい写真がたくさん撮れるんじゃないのかな、楽しめるんじゃないのかなと思いました。まあ、この2つはですねかなりですね私鉄板的な、まあ、このですねリストストラップに関してはどんなんでもいいと思います。これじゃなくてもいいし、こう左右につけて普通のストラップを装着して両手で持って撮影するのもいいと思うんですが、グリップに関してはですね結構あった方がいいんじゃないのかなと思ってますね。ちょこっとでもあることによって全然握りやすさが違うので、このですね S9 を持っていてなんでグリップ私つけたかっていうと、結構私片手で持つことが癖になっていて、両手でもちろん持って撮影するシーンっていうのもいっぱいあるんですけど、片手でパシャパシャっとですね撮影をすることも多いんですね。その際にこの小指とですね薬指で結構ガッチリ持ってるんですよ。こんな感じでですね、これが力入らないことによってですね、こういう風にですね、まっすぐ持っているつもりが少しですね、重さに負けてこっちにこう傾いてる写真っていうのが結構多かったことに気がついたんです。で、これをですね慌ててですね注文した形になってるんですね。なくても平気なんじゃないかなとか思ってたんですけど、ちょっと甘かったなと思って反省しております。まあ、そのようなですね理由があるとかっていうのもちょっとお話ししたくて、今回ですねこんな動画を撮ってみました。ではですねこの S9 とてもいいカメラだと思うので、持ってる方は楽しんでいただいていると思いますし、悩まれてる方はですねぜひですねあの家電量販店等でですね触ってみていただければと思います。まあその動画や写真の制約ってちょっといろいろあるかもしれないんですけど、高倍率ズームのセットとかですねこれ結構安くはないです、正直。ただですね結構お買い得なセットなんじゃないのかなって思うところがあって、こういったところですねまた金子さんと雑談しておりますので、その動画ってのも近日公開予定とさせていただきますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、では最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。バット。